どうもーちです。今日はですね、久しぶりに白玉の近況報告をしたいと思います。今年の1月元旦ですねに白玉とあんみつの動画を公開してからですね、その間が空いてしまったんですね。で、理由なんですけれども、Twitter の方ではずっと告知させていただいてたんですけれども、白玉がですね、ちょっと調子が悪くて、便が緩いんですね、すごく。で、1月にですね、動物病院に連れて行きました。で、そしたら、消化不良が原因で、便が難便になってしまってるっていうことだったんですね。で、その後、薬もらって、ちょっと白玉に薬をあげていて、様子を見てたんですけれども、薬を全部飲ませた後もですね、最初は良かったんですけど、またすぐに緩くなってしまって、また、昨日ですね、病院に連れて行きました。で、そしたら、体重がですね、以前より1割増えてると言われて、1割というのがまた微妙なラインなんですけれども、ちょっと食べ過ぎみたいなんですね。で、生まれつき、お腹が弱いらしいです、この子は。で、通常の子よりもご飯を食べると消化不良ですぐお腹を壊してしまうっていうことだったので、ちょっとですね、様子を見ながらご飯の量を今後調整していこうかなと思ってます。1回目の時は、食べていいものがペレットと、あとちょっとした野菜だけにしてくださいっていうふうに言われたんですね。なんか脂っこいもの、よくある白い丸い玉みたいなやつとか、いろいろ、あとひまわりの種かとかもあるんですけど、ああいうのは結構消化不良の原因になりやすいみたいなので、基本的にハムスター用のペレットと野菜だけにしてくださいって言われました。で、今回も同じで、また野菜とペレット以外はそんなに食べさせない方がいいかもしれないですねっていうことで、お薬をもらって帰ってきました。で、そのお薬がこちらです。これですね。お医者さんが調合してくれた甘い薬なんですけれども、今日はですね、これを白玉に飲ませたいと思います。前は、これ、1本分全部飲み切ってしまって、それでも治らなかったんですね。で、今回、またこれをいただいてきたので、今日は白玉に飲ませたいと思います。まずですね、これ、ちょっと沈殿してるので、よく振ってから飲ませてくださいということでした。なので、ちょっと振ります。はい、こんな感じですね。なんかハムスターによっては、これすごい嫌がって飲まない子もいるみたいなんですけど、白玉は結構比較的好きみたいで、よく飲みます。で、これ1日10滴あげるんですけども、朝と夜で5滴ずつ、飲ませてくださいということでした。白玉がちょっと元気ですね。はい。なので、まず今、午前中なので5滴飲ませたいと思います。はい。まずこれですね。キャップを取って。はい。じゃあちょっと白玉に登場してもらいましょう。はい。白玉ですね。なんか、久しぶりですね。動画として出るのは。Twitter ではよく画像で、写真を載せてたんですけれども。もう元気は元気なんですよ。もともとお腹が緩いっていうだけで、この子自体は全然今までと何も変わらず、めちゃくちゃ元気です。はい。じゃあ薬飲ませます。で、飲ませ方なんですけれども、まず、白を逆さまにします。よいしょ。で、この状態で、この薬を5滴飲ませます。結構飲むんですよ。はい、白もうちょっと。よし、よし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 。あと2滴。飲めるかな?はい。はい。あと1滴。あと1滴だけ。いいね。飲めたね。そんなにね、嫌いじゃないんだよね。なんか甘めに調合してもらってるので、飲むときにちょっとクッククック言うんだけど、嫌がってはそんなにいないんですよ。薬飲ませるときも好んで、結構飲んでくれます。元気だな。はい、というわけでですね、今回は白玉にこの薬を飲ませました。今日は昨日よりいいのかな?あんまり緩くないんですよ、今日は。ひどいときは形にもならない便を出すので、それに比べたらいいのかなとは思うんですけど、はい、そんな感じです。白玉ですね、全然元気なんですけど、まあ、お腹だけがちょっと調子が悪いっていうことで、ね、お医者さんにも食べ物の量を調整してくださいと言われました。まあ、なかなかね、難しいんだけどね、どうしてもその、餌を小屋の中に溜めておかないとストレスが溜まっちゃうので、まあ、難しいところはあるんですけれども、まあ、ちょっとずつですね、様子見ながら調整していこうかなと思います。はい、というわけでですね、今日は白玉の近況報告でした。ちなみにですね、あんみつはめちゃくちゃ元気です。はい。この動画が面白いと思った方は、高評価、チャンネル登録、ぜひお願いします。あと、白玉とあんみつの近況報告も Twitter、Instagram でやってますので、フォローの方お願いします。じゃあ今回はここまで。ちーでした。